皆さんいつもご視聴ありがとうございます。ドリオンマーケット、はい、今回はですね、今、優勝が決まった M1 グランプリからなんですが、優勝はですね、ウエストランドさんが優勝して、で決勝には、ロングコートダディ、さやか、ウエストランドと、でこの3組が、全然キャラというかね、ネタのテイストが違う3組で、特に優勝したこのウエストランドに関しては、今結構毒舌とか、ちょっとディスるみたいなね、のがダメな風潮とか厳しくなってる中、1本目、2本目のネタ、ともにもう完全な毒舌で、貫き通したと。いうことで、でもそれをやっぱ審査員の人もですね、志らく師匠とかも、今こういうのが、ダメな風潮というかね、厳しくなってるのに、よく、言ってくれたとかね、これで新しい、スターが出るというか、新しい、またちょっとダメだったのに、こういうことを言える時代になるということで、期待していたというかですね、またお笑いのちょっと復活というかね、毒舌の復活を期待する優勝だったかなと。思います。で、ウエストランドのこのちょっと背が低い方の方が、井口さんがめちゃくちゃ喋るんですよね。で、相方さんの方がほとんど、喋ることも少ないんですが、実際優勝した時にはもう号泣してね、そっちの方が号泣するんかいみたいな感じにはなってましたけど、多分それだけいろいろね、思いが強いというか、いろいろ苦労したこととかも多分たくさんあってね、の涙だと思います。で、すごい感動するなと思ったし、この M1 で、ちょっと今画像をいろいろ流してますけど、ウエストランド、優勝したウエストランドもすごかったですし、今年から、審査員にね、入った山田、邦子さんもかなり注目を浴びていたと。点数でいくと、平均的にね、他の審査員の方に比べると平均的に全部、ちょっと3点5点ぐらい低い基準だったかなと思います。で、優勝は逃しましたけど、ヨネダ2000っていうね、女性のグループも、かなり爪痕を残したんじゃないかなと。結成2年目とかだったと思うんですけど、かなり爪痕を残したんじゃないかなと思います。で、ウエストランドのネタでですね、YouTuber をいじるとかね。いろんな人をいじるのがあったんですけど、で、今ちょっと Twitter の写真というか、画像を載せてるんですけど、東海オンエアのね、哲也さんのツイートだと、夫婦で M1 見ていたら、二人して連続で、いじられたというかね、こき下ろされた。警察には捕まらないようにということで、一本目ネタだったと思うんですけど、YouTuber、金の盾を取った末路としては、みんな警察に捕まりがちというかね、YouTuber みんな警察に捕まるみたいな感じで、いじったというか、毒舌で、言っていたところをね、ツイートしてるんですが、かなり、すごいとこ攻めたなっていう感じはありました。だから1本目だったらその YouTuber とか、いじって、で、2本目はアイドルのね、方をいじったり、逆にね、自分たちお笑いの世界というか、お笑いもいじっていて、R1 グランプリがね、夢がないとか、R1 グランプリ優勝してもあんまり意味がないとかですね、劇場のいじったり、コント師のね、ちょっと格好つけてるような人たちをいじったりということで、結構攻めたなっていう感じなんですけど、実際見ててね、笑ってしまったというか、実際やっぱ笑いの数が多くて、的外れじゃないってことですよね。だから結構攻めてるなとか言ってるなとは思うんですけど、ただ全然見当違いでもなくて、みんながなかなか今言いづらい風潮というかね、の部分をすごくついたなということで、何も文句なしというかね、反論なしの、優勝じゃないかなと思います。で、今回はですね、ウエストランドが、新たな、毒舌の復活というかね、今テレビ厳しくなっている中で、またちょっとこう、そこに逆らっていくようなお笑いで、優勝ということで、今回は M1 グランプリ優勝のウエストランドさんについて、紹介させていただきました。
よかったらですね、下の概要欄に自分がやってるツイッターのリンクあるので、ツイッターフォローしていただいて、で、こちらのチャンネルですね、よかったらチャンネル登録して、別の動画もチェックしていってください。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。